期待した私がバカだったわ。ケイジが他の世界の出来事を覚えていてくれれば力になってくれるんじゃないかってそう思ったのだけれど、覚えてるわけないのですよ。それでも一度はケイチは確かに思い出した。そしてレナを救うことができたのよ。僕とリカはこの世界を自分たちの感覚では100年以上生きている。でもあんな奇跡が起きたのはあの時だけなのです。あんなことがそう何度も起きるなら苦労しないのです。どうせまた僕たちは何もできずに消えていく運命なのです。消えていくも何もあんたは最初から私以外の誰にも見えないじゃない。そうなのです。僕はリカが生まれるずっと前から雛見沢にいるし、リカが生まれてからもずっとそばにいるのに誰にも気づいてもらえないのです。泣き言ばかり言う口はこうして塞いでやるわ。そんなに飲んだら気持ち悪くなってしまうのです。私の気に障ることを言うからよ。私とあなたの感覚はつながってるってこと忘れないことね、ケイチ、レナ、シオン。この世界では誰がどんな行動をとるのか、できることなら悲劇を食い止めたいけど2週間短すぎる。